お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はね、新環境になりましたと言ったところで、こう修正されたカードについてね、話しつつ、そのカードたちを使っていければいいかなと思います。というわけで、まず修正されたカードを軽く、説明しますと、この上の4枚ですね。上の4枚で、この右側2枚のね、ロケット押しとスケドラが下方ですね。ロケット押しはノックバックするのが2マスから 1.5 マスになりましたよと。こう、今までめっちゃ後ろに下がってたのが、ちょっとしか下がんないよと。いうようになって、スケドラは攻撃力がシンプルに下がりましたよと。で、左の、まあ、2枚が、まあ、強化と言いますか、ザッピーに関しては強化なのか、ちょっと、リワークなんかね、ちょっと微妙なところなんですけども、ザッピーね。ザッピーは、攻撃力が上がりました。ガゴを2発で、ピュッピュッってね、ガゴをね、処理できるようになりました。まあ、そこは強いですね。ですが、こう、攻撃速度がちょっと遅くなっちゃったんで、なかなかね、攻撃をしてくれない。まあ、なんで、より大型に強くなったのかなと思います。このうんこみたいなやつね。はい。で、このトリトンは、投げるまでが速くなりましたね。今まで、ほい、ほい、ほいぐらいだったのが、今回、って感じで、ね、ちょっと投げるのが速くなった。まあ、非常に分かりにくいかもしれないんですけど。まあ、で、攻撃力が下がっちゃったよと言ったところですね。まあ、でも、投げるのが速くなったら、こいつの、ま、取り柄というのは、これどれだけ早く引っ張ってくれるかとか、こう引っ張ってくれるかっていうところにやっぱかかってるので、そこが強くなったらでかいんじゃないかなと、まあ、言ったところで、久しぶりにね、このトリトン入りのロイジャイを使っていこうかなと、思います。まあ、トリトンといえばロイジャイみたいなとこありますね。トリトン入りのデッキ他にはま、何があっただろうね。今まで、まあ、ロイジャイと、まあ、トリトン枯渇とかもありましたね。トリトン枯渇だったり、なんかま、施設でゴボリの枠がトリトンになることがよくあったかなと思いますね。あとはトリトン入りのペッカとかもあったっすかね。なんかそんぐらいっすかね、でも。さあ、久しぶりにトリトンを使っていきます。さあ、投げるまでがちょっと早くなりましたね。今までより。でもほんと若干ですけどね。で、ロケット押しの、個人的になんですけど、ロケット押しのノックバックが一番変わったと思いますね。はい。だから、それ以外は、正直、あんま変わってなくねみたいな感じですね。僕からしたらね。さあ、バルーン来る。で、なんならこのデッキ、バルーンきついですね。先のオーブン置いちゃうと、やばいですが、さあ、ここは、ここもライトに打っちゃって、ちょっと、このね、ファルチを処理していて、バルーン一発入ったんですか？痛いっすね。痛い痛い。これ、オーブンをもう置いてもいいけど、一個上に置かないと、シンプルに辛いですね、これは。さあ、という、うんことで、まあ、トリトン入り、まあ、ロイじゃないのかな？なんだろう？他わかんない。ロイホグぐらい。ロイホグに入るかな？ロイホグに入れる必要あるって感じではあると思うんですけど、まあ、入ってワンチャンロイホグぐらいですよね。あとは、さあ、え？やば、なにこれ？あ、あれか。真ん中トリトン読みの、トリトンで引っ張られないディガーをしてきた。おしゃれですね。最先端ディガー。あのディガーは今後一生活躍していきますね。ディガー用に真ん中トリトン、気をつけたいですね。さあ、で、ファルチェバルーンですね。なんでここでバルーンを引くのかといったところがすごい疑問に思いますが、バルキリーもハルチェも冴えたので、単体ロイで、ディガー防衛か。さあ、ここでウッドを打つことによって、で、相手は多分ザップをね、普通してくると思うんですよ。好きだと。なので、一回トリトンで守ろうとしたら、ファルチェが入っちゃう。いって、危ね。おー、優秀か？さあ、いいですよ。そして、まあ、オーブンから展開で1個上げておきましょうか。1個上げとくことによって、逆サイの普通のバルーンならば、ルート強制とかなしでね、守れます。あ、ルート強制して守れます。てか、これ、釣られないよ。釣られるよね。うん、よかった。で、攻め取るね、来るぐらいのタイミングで、やべ、OK。あ、待って、俺のトリトン、全然歩いてる。もうちょっと引っ張ってほしいな。で、さ、バルーンが来ます。オーブンが大事ですね。あとは、まあ、防衛ライトとかかな。こういうのになってきたら。さあ、で、もうこれディガンダメージを抑えていかないといけないですね。で、相手も、この、おや？これは？からの、トリトンでバルキリーかなんか引っ張るでしょ？オーケー！で、ウッドで、気持ちいい。
ノックバックして、最後にライトニングで、デンデンデン。さあ、トリトン大活躍しましたね。久々のトリトン使いましたが、まあ、どうだろう。だから、めっちゃいいとはなんないですけど、まあ、使えるかな、使ってもいいかなぐらいの感覚には、使えるんじゃないかなと思いますね。本当に。まあ、このロイぐらいかな。なんか、好んで使う必要はあるのかっていう時には、どうなんすかねって感じではありますが、まあ、使い勝手は良くなりましたね。前より絶対。ちょっと早いだけで。ちょっと早いでかいだけで、まあ、大きく変わりますね。さあ、コウモリ。で、このね、公開ってね、ガゴムリとかがきついんですよね、コウモリとか。この小物系。あ、やべえ、これ。今、オーブンで釣ろうとしたんですけど。危ない。待って、くしゃみ出る。はい、くしゃみが動画に登場していく。さあ、今回の相手はメガナイトスキャバルですね。ということは、インドラがね、僕としてはきついのと、あとコウモリもちょっときついですね。まあなんですけど、相手はオーブンがきついといったところで、僕はこう攻めずに一生オーブンを置いていく立ち回りをしますね。あの、オーブンが大事って、こう、KK が言ってましたね。もうロイジェイはオーブンデッキだって、こう、まあ言ってたんで、じゃあ、信じます。さあ、ここ一回防衛でね。よし。あ、これ、ベビー出して延命してもよかったのかな。オーブンをマジで貯めたいですね。相手ディガーしかなくて、オーブン壊せないんで。で、僕はなんかね、攻めたくないですね。攻めたら攻めただけ、カウンター来て、そのカウンター止まんなくなっちゃうんで、マジで攻めない立ち回りで、前半を乗り切りたいというか、もうずっと乗り越えたいですね。さあ。これ、タギが？タギがよくね。やべ。タギがよくね。さあ、オーブンで守る。このオーブンが壊されるのがちょっと痛いですが、まあ、しょうがないんですね。左側をできるだけ押さえていきたいと、ケツトリトンしたいんですけど、ケツトリトン怖いですよね。今回はメガナイトなんで、こう、大型がないです。あの、ゴレがないですけど、もし相手がゴレとかジャイだった時に出されてバーンってなっちゃいますからね。痛い。端前メガナイトもワンチャンありますからね。それ警戒しつつ、まあ一旦防衛ですね。もう無限防衛ですね、僕は。さあ、ザップ？おい。さあ、もう後ろに置いちゃいますね。このオーブンを残すために、後ろに置いていきます。僕はガンイモですね。もうガンイモ、ガンイモ、ガンイモで、乗り越えたいと思います。ギガーコウモリが一番しんどいですね、マジで。さあ、これメガコで早めに溶かして、よいしょ。スケでタゲ取りつつ、オッケー、延命していくよ。で、今これ行ってよかったな。てか行っていいっすね、これ。なんならなんならこれベビーがね、絶対きついのよ、相手。これライトちょっと打てそうなんで打っちゃって、インドラどっか行け。インドラどっか行って、オッケー、でかいでかいでかい。で、ここはまあベビーあるでしょ？ほいほい。いや、でかいですね。まじこのオーブンゲーをしたいと思いますね。このオーブン相手受けるのさえ、しんどいよ、というのが伝わっていきますね。そこらオーブンで守れる。いやー、ファイスピ6体。そんなことある？さあ、こっからは、まあ、本当に、インドさえいなければロイが入るので、インドだけ警戒して、お、やべ、トリトンしちゃった。トリトンしちゃった。いて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 。痛いが、一旦オーブンで切り抜けます。とりあえずオーブン置いとけば、なんとかなります。で、ここも、でいいんじゃないの？ライトニングさえ打てれば、マジで僕のダメージは通るんでね。ディン、ディン、ディン。いや、でかい。さあ、あともう一発のライトニング圏内ですね。これ早めに溶かしてあげて、やべ、ちょっと待って、受けが下手。ウッドで乗り越えます。危ねえ。さあ、からのワンチューバイ、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 マジで。ザップ来た、やばい。いていていて。いてててて、いてててて、ライトニング圏内。飛来神、あ、やばいよ。飛来神、あ、待って、ミスった。飛来神来そう。飛来神来ない。飛来神来ない。よし、危ねえ、グッドゲーム。2試合連続、ちょっとギリギリっていうね、まあ、ところではあるんですが、まあ、トリトン、お前どうなんだ？本当に。どうですか？見た感じ、皆さん。個人的には、マジでそんなカードって感じで、他のカードも結構そんな感じでしたね。ザッピーとか特に。
特に変わったかな。しかもなんかガゴとかってあんま出くわさないじゃないですか。ガゴ群れとか、まあ、他にたまにいるかな。でもなんか大きな変化って言われるとそこまで根拠はねない感じがしますね。ザピーがぼちぼち変わった、ほんのちょっと変わった。あのみんながねこう環境変わったことによってじゃあ使おうでちょっと使用率が増えるけど、うーんってなってまた戻る未来が僕はねちょっと見えてるんですけど、どうでしょうか。トリトンも同じ感じですね。ツエンじゃねえって今僕とかこう使ってますけど、もうちょっとだったらトリトンなくていいなってなって、まあ、みんなこうトリトンだったりザピーは結局バイバイして、まあ、スケドラは若干顔入ったので、まあ、おさらばしつつ、で、ロケット押しも顔入っておさらばして、またちょっと変わるのかなぐらいですかね。まあ、どうだろうね。まあ、トリトンは、個人的にありな気もしますが。よいしょ。いや、これもうね、嫌ですよ。マジ。なんでバルーン低くつかない？バルーンめっちゃきついですよ、これ。よし、耐える。耐えてしまえば後半は僕のね、ターンになれますね。もう前半バルーン飛ばされるだけで、マジユニット2枚、3枚下がないと止まんなくなるんだよね。じゃあ耐えたいと思います。前半で、マスケ好きなので、ボムタワーバルーンですね。ボムタワーバルーン。で、ディガー好きで拾って、オーブン高めに置いて、オーブン高めだと逆サイドの甘えたバルーンをルート強制して無理やり持ってくることができるんですよね。まあ相手がそのバルーン甘えてくれないとダメなんですけど、まあそれをこの後見せたいと思いますね。まあ、普通のバルーンでしたね。普通のバルーンは、まあ、メガごとオーブンで、オーブン残れ。でけえ。このオーブン残るんでけえ。さあ、このダメージを耐えれるかどうかってか、バルーン多くない？なんで？なんでバルーンがこんなに増えてるかは謎ですが、まあ、でも、スケドラが加工されるというか、加工されてちょっといなくなったら、バルーンとしてもちょっと美味しい展開にはなりますね。バルーン、スケドラ結構きつかったと思うんで、ファイブないね、バルーンとか。僕はもう芋りたいですね。芋って、ここがいいライトニングでダメージ稼いでいきます。うぃやべえよ、もうこれだけできちい。これだけできちい。やめて、やめて、雪玉やめて。よし、耐えるよ。相手はうまいですね。逆サイドに変えてきましたね、マジ。さ、トリトンで拾う。で、ここオーブンだけでなんなら乗り越えられそう。オーブンだけで乗り越えられそうって甘えたら雪玉来て一発入るとかが怖え。いや、これ相手やってますね。で、ここで、端前行ってもいけないんで、ケツですね。で、これバルーンが4コスで。いや、来た！オッケーオッケー、バルーン4コス来た。耐えろ。マジで耐えろ。オッケー、耐えた。あるぞ。マジである。殴れ。殴る。ボムか？なんだ？どうやってボムってくる？ボム2個はやべ。もっと欲しい。全然入った。もっと入れ。もっとおかわり。もっと。やばいよ。全然入んないじゃん。今のでこんだけは話が違う。トリトン流してディガー拾う。よし。拾いました。で、結論。よし。やべ、これ釣れるかな？あ、最悪。やべ、待って、やべ、本当にやべ、最悪ー！終わったー。今釣れないかな？いや、釣れますよね。あ、遅かったんだ。普通の今の位置のバルーンだったら、多分今の位置で釣れてるんですけど、僕はちょっと遅かったですね。高めマスクだったんで。僕が一個高めにオーブン置いてて、相手はそれを読んでバスケット出してきたんですよ。だから、低めに置いたら届かなかった。マジで泣きてー。ふぅ、と言ったところでね、ちょっとトリトン悪くなかったですね。最後とか特に。ディガー系もやっぱ今多いんで、意外と、はい、良かったんじゃないかなと思います。またね、他のカードを使った動画も出したいなと思うんで、ぜひね、そちらを見てみてください。といったところで、終わりますと皆さんもぜひトリトン使っていきましょう。では、あつかるちゃんでした。また。